ギャラリエアピタ地流店は愛知県地流市にあるユニー株式会社が運営するショッピングセンターである。今では唯一ギャラリエを関するアピタとなった地流店1994年11月10日、ヤオハングループの株式会社ネクステージ地流が運営する百貨店型店舗ネクステージ地流として開業。1995年12月期には 約185億円の売り上げを上げていたものの、母体となる、ヤオハンジャパンが1997年9月18日に、静岡地方裁判所に、会社構成法の適用を申請して、経営破綻した。そのため、運営会社の、ネクステージ治竜も翌年の1998年2月4日、静岡地方裁判所に、不債総額、 約290億円を抱えて特別生産を申請して経営破綻し、その後は関連会社の申請機が運営を引き継いで同月末まで営業を行って閉店となった。この特別生産の発表時点までにすでにユニーが継承する方向が決まっていると報じられていた。n e ステージ e 流の営業終了後に後継店舗として施設を所有する。 高和宝石の圧線により、ユニーが名乗りを上げ、食品売り場の店内の仕切り壁の撤去や、線の引き直しによる、駐車場の改良などの利便性向上を図る、改装を施した上で、1998年4月24日に、ギャラリエアピタ地流店として開店した。百貨店型店舗の改装だったため、他のアピタ標準店とレイアウトの仕様が異なった。 そのため差別化を意図し、回路を意味するギャラリエが鑑賞された。店舗建物は、本館と北て東館で構成されている。なお、本館と北ては3階より上は駐車場、また東館は2階より上は駐車場となっている。その他テナントは、ショップガイドを参照。ありがとうございます。